はい、皆さん毎度毎度美容室の値上げもね、まあ皆さんどう上げようと構わないけどやっぱりね、あの我慢して、我慢してね、低料金でやってきてね、そんでもって気づいた時に値上げするとなるとね、ポンとね、やっぱり2割以上の値上げしてしまうよく言うのはね、何パーセントにしとけって言うんだよねだ1割超える値上げってのはやっぱり避けるべきだよね。 だけどね、美容業の場合ね、もう今まで我慢して我慢して我慢してね、低料金でやってきてね。ほんでもう、プツンと切れた時はね、もう世間並みに近い値段にしちゃったりね。そうするとやっぱりそれ見てね、嫌がるお客様とかいるけどね。来なくなったお客様に振り回されるとまた値段が変になっちまうんだよね。だけどね、来なくなったお客様もね、まあどこでも行ってくれと。で、やっぱり変なね、低料金でやってた時で値上げして、 で、またそのお客様ってのは定料金どっか行くんだろうけど、で、また定料金どこでめちゃくちゃにね、なんかかき回されてくれゃ、また戻ってくるって場合が多いよね。自分の経験だとね、値段ね、上げようか下げようがね、やっぱ飽きると来なくなるんだよね、お客様ってね。で、よその店行ってしまう。で、そのよその店が高いか安いかわかんない。大体ね、高い店行ってるよね。うち来なくなった人はもう大体いい自分の店より高い店に行ってると思ってる。 やっぱりね、値上げはね、コツ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 、毎年100円ずつ値上げしていくのが無難かなと思ってる最近はね、毎年じゃなくてもいいんだよね、2年にいっぺんでもね、定期的にね、本当に小さい金額をね、コツ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 上げていく。そうしないとね、やっぱりね、気がついたときね、どんと値上げするようになっちゃうからねで、あの、いろんな業界あるけど、どんと値上げするのってないからね、あとね、毎日毎日美容師はね、仕事やってるとね、毎日うまくなんだよね、1ヶ月、2ヶ月ってね、 どんどん上手くなるからね。最初ね、30分かかってたカットがね、まあ慣れてきたのか、二0分で切れるようになった。でもさらにやってると15分で切れるようになった。これはね、慣れてきて手抜きしてるからじゃないんだよね。上手くなったから早く切れるんだよね。これは特殊技能だよね。だからそれに対してね、値下げする必要はないよね。仕事が早くできるようになったってのも技術だからね。昔はね、1人3000円のカットをね、1時間で2人しか切れないと。今ね、3人切れると。 だからね、アワーレート調整してね、値下げしようなんて考えることない。これはね、ベテランの先生は値段が高くて当たり前なんだから、アワーレートね。だから強気でいいの。で、さらに100円ぐらい値上げしちゃってもいいのよ、もう。 値上げしろって値上げしろってね、無理な値上げしてね、なんか問題起きちゃダメよ。ただ美容師の場合はね、年食えば食うほど仕事が上手くなるんだから、強気でいいよね。おばさんパーマだと、おばちゃん美容室だとか言ってね、そこでやってるパーマ全然レベルが違う昔の書き方だとかね、若い奴らはまあ指さしてそういうのことで言ってもね、じゃあそのおばちゃん美容室に来るおばちゃんのお客様を、お前らがパーマかけて、 どうかってことだよね。おばちゃんとかお年寄りが満足する方は満足しねえんだやっぱりな。無理なんでできねえんだよ、若い人じゃ。そもそもロットがねえとかって始まっちゃうからね。<laughs> もうそ、ちょっと次元が違うんだよね。だからね、おばちゃん美容室、まあ、私はおばちゃんだから、もう、田舎の仕事してんだから。いや、そんなことない。そんなことないんだよね。強気でいいの。もう世間じゃできない仕事やってんだから。 <laughs> まあおじちゃんパーマやもそうおっさんパーマやもそう世間じゃできないパーマってのうの大体やってるよね、まあ、世間の美容室ではできないパーマをね、まあ、だからね強気でいいんだよ美容師もねおじさんになっちまったおばさんになっちゃったもうねなんてね昭和の仕事とか言ってるけど昭和の仕事にね需要があるんだからねなくてはならない美容技術っていうのをね持ってんだからまあ強気でいいよねだから我々もちょっとね あの年食うと本当に弱気になるけどね弱ここでここでこそやっぱり強気にならなきゃダメだなとそれこそさ本気でおばちゃんパーマンやってる店ってあるでしょ細めで巻いてしっかりかける店あれさ結構値段高くてもみんな来ると思うんだよねあんまり無理な値上げしちゃダメよで他行ってかけてこいってそういうおばちゃんがうちの店に来たらまあ23回は強くかかんねえな あー一回かけたら多分緩いって、元戻っちゃうよ。だって結構こんだけ細めで巻いててね、多分ね、これより細く巻いてね、ガツンと行かないと、多分そういうおばちゃんってのは納得しないんだよね。強めのね、おばちゃんパーマかけられるサロン、おばちゃんサロンだね。これはもうね、数少ない店としてね、強気で営業していいんじゃないかなと思うけどね。まあ頑張ってね、あんまり強気になりすぎて高飛車に出ちゃダメだけどね。はい、お疲れ様でした。